皆さん、こんにちはというか、おはようございますですかね、まだ。本日は、お足元の悪い中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。先ほどですね、司会の方から少し話しましたけども、ただいまからですね、2022年の秋の全国交通安全運動のメイン行事であります、交通安全絆ラリーで事故はゼロを開催させていただきたいと思います。このイベントはですね、実は今日で4回目となります。でイオンモール高野原さん、このお店の中でですね、実に珍しいんですけども、京都府と奈良県の府県境がございます。そういった関係でここに買い物を来られる方々、車のナンバー見ても奈良京都混在しておりまして、生活圏が一体ということで、それぞれの県民の方、区民の方の絆、連携、奈良警察署と木津警察署の連携ということで、現在で4回目ということでやらせていただいております。先ほどの交通安全絆ラリーで事故はゼロという話をしたんですけども、実はこのキャッチフレーズ陰を踏んでおりましてですね、お気づきの方おられるかもしれないんですけども、木津、奈良、リーがですね、地図と奈良にリーがついて絆ラリーということで、初回の頃にですね、当時の交通課長が一生懸命考えてくれて、私が理解した時は親父ギャグじゃないかというような話をしたんですけども、非常にこのイベントを体現しているキャッチフレーズでございまして、これで続けてやっていければなというふうに考えております。そういう意味で、その絆という意味でですね、これまで過去の3回は先ほど音楽隊が演奏してくれましたけども、京都と奈良の音楽隊が交代で、演奏をしてくれたんですけれども、この春にですね、奈良さんの音楽隊の方から、ぜひともここでそうやって絆としてやるんならばコラボしてみたいというようなお話をいただきまして、当時私の方から京都の音楽隊の方にその話をしたところ、ぜひともということで、本日はですね、皆様多分それをですね、楽しみにしておられると思うんですけども、この後は両府県の音楽隊のコラボ演奏ということで、先ほどの演奏よりさらにですね、奥行き幅のある演奏が聴けると思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいっていただければと思います。ただ本日は交通安全のイベントですので、一言だけね、交通安全の話ということなんですけども、9月21日から秋の全国交通安全運動始まってるんですけども、実は木津署管内で初日に悲しい交通死亡事故がございました。でこのような死亡事故を1件でも減らすためにというようなイベントなんですけれども、警察の取り締まりだけではですね、交通事故というのは減りません。ここにお集まりいただいている交通安全ボランティアの両県の方々のご協力、警察の取り締まり、そして集まりいただいた皆様、県民府民の皆様のですね、交通安全への
少しの気づきといったものが事故を減らしていくと思いますので、今日この後ですね、音楽を聴きながら交通安全のイベントなんだということを思いを馳せながら聞いていただければと思います。少し日も短くなってきておりますので、早めの前照灯の点灯であったりですね、反射台、お子様や、ご高齢の方、反射台の活動などしていただきまして、一件でもですね、事故が減るようなきっかけとなるイベントとなればと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。結びにあたりまして、本日お集まりの皆様、そしてご家族の皆様、両府県の県民府民の皆様の今後のご多幸ご健勝を記念するとともにですね、今日のイベントをきっかけに少しでもね、この両府県の、交わりのこの木津署、奈良署管内の事故が減りますように、記念いたしまして、はい、私の挨拶をさせていただきます。本日は最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、両府県において交通事故の発生が一件でも減少するように、その願いを込めて会場を提供していただいておりますイオンモール高野原様を代表して、営業マネージャーの枝光様に交通安全宣言をお願いしたいと思います。枝光様、前へお進みください。ここに貼ってる前さんこれ見上げて、ちょっと巻いてみます。交通安全宣言。私たちイオンモール高野原で勤務する者は、悲惨な交通事故を減らすため交通ルールを遵守します。また地域に密着した店舗として模範となる行動を心がけるとともに、情報発信や啓発活動を展開し、安全安心な地域社会づくりに貢献することをここに宣言します。令和4年9月23日、イオンモール高野原、営業マネージャー、枝光勝利。
1年の結果は、全国47都道府県のうち、京都府はなんとワースト4位。ちなみに、一番車が止まるのは長野県でした。さて、携帯電車は無事に横断歩道を渡れるのでしょうか。見てみましょう。すごいじゃないの。横断歩道の手前で一時停止しないとダメですよ。いや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 、後ろの車が追突してきたらどうするんですか。私が止まっても対向の車も止まらないし、じいさんが渡るか渡らないかわからなかったんで。横断歩道は歩行者が優先です。横断歩道の手前では安全に停止できる速度で進行しましょう。皆さん、このような道路標識や道路標示を見たことはありませんか。これは横断歩道が近くにあることを示す道路標識になります。このマークを確認すれば安全に停止できる速度で進行しましょう。そして横断歩道を渡りたい方とドライバーとでコミュニケーションを取れたらいいですよね。そこで合図横断をしましょう。おじいさん、一緒にやってみましょう。よっしゃ。横断歩道の手前で止まって右左周りの安全を確認します。次に手のひらと顔をドライバーに向けて合図を送ります。車が止まってくれればアイコンタクトを取りましょう。そして横断歩道を渡ります。横断歩道を渡っている時も安全確認を続けてください。よっしゃ、わしでも渡れたぞ。確かに手のひらと顔を向けて渡りたいですってアピールしてもらったらとっても分かりやすいですね。京都府警察では横断歩道や道路を渡るときに自分の意思を伝えるために、幼児や高齢者を中心にこの合図横断を指導しています。ドライバーの皆さん、横断歩道を渡りたい歩行者がいれば必ず止まりましょう。よろしくお願いします。横断歩道を渡りたいと思っているのに、車が止まってくれないと安心して渡れんわい。運転手の皆さん、よろしくお願いします。わしも家に帰ったら孫に合図横断を教えようかな。それではおまわりさん、運転手さん、さようなら。お気をつけて。みんなにこの合図横断が広がったら嬉しいな。ケータじいさん、暗くなってもなかなか来ないから心配になってきたわ。迎えに行ってあげようかね。少し遠くに車見えるけど、まだ距離もあるし十分渡れるやろ。渡ろう。行け。うわ、危ないやろ、気をつけろよ。びっくりした。お母さん、大丈夫ですか。大丈夫や、驚いたわ。お母さん、全身真っ黒じゃないですか。そうや、黒い方がシュッとスタイルがよく見えるやろ。それはそうですけど、夕暮れ時だったり夜間帯、これは車やバイクの運転手に目立つ格好をしてください。明るい色の服を着たり、そうでない時はこのような反射材がついたエコバッグとかも有効に活用してください。皆さん、反射材は
ました。この中にも入ってるんですが、今日はたすきを持ってきました。たすきは首からかけましょう。小さいですが、これタックルバンドと言います。これはカバンなどの小物にもつけれますし、今回は腕につけようと思います。そしてこの反射材付きのエコバッグを持ってもらいましょう。反射材いたー。反射材は車のライトやバイクのライトでピカッと光ります。50メーター以上先からでもよく見えますよ。そうなんやね。反射材はちゃんと身につけます。自転車通学の窓にも教えておきます。はい、よろしくお願いします。鏡を買っとったらすっかり遅くなってしまったわい。あれ、さっきのおばあさん、あ、証拠おばあさんも一体どうしたんだ。道渡ろうと思ったらな、車に引かれそうになってな、反射材言うのを教えてもらっとったんや。そうだったのか。わしもさっきおまわりさんに愛相談を教えてもらったわ。高齢者の方が亡くなる交通死亡事故で道路を横断する事故が多く発生しております。道路を渡るとき、横断歩道を渡るときは安全確認だけでなく、この愛相談や反射材を活用して交通事故に遭わないように気をつけましょう。自宅の周りや歩き慣れた道でも油断は大敵ですよ。お巡りさん、ありがとうございます。手のひらと顔を運転手さんに向けて愛相談。反射材ピカッと光って目立つ工夫。おじいさん、事故には気をつけましょうね。皆さんも気をつけてくださいね。わしらが歩行する間に準備ができたようだな。それでは奈良県警察音楽隊、京都府警察音楽隊の素敵な演奏をお楽しみください。皆さん、こんにちは。奈良県警察音楽隊、京都府警察音楽隊です。これから私たちの合同演奏をお届けいたします。私は京都府警察音楽隊の本谷です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。この青い制服を着ている隊員が京都府警察音楽隊員です。京都府警察音楽隊は昭和24年、カラーガード隊は昭和54年に創設されました。式典演奏をはじめ、毎月開催している平安ふれあいコンサート、交通安全運動での支援演奏など幅広い活動を通じ、府民の皆様と警察とを結ぶ音の架け橋として音楽パトロールを繰り広げております。今回、奈良県警察音楽隊の皆さんと演奏できるということで、とてもワクワクしております。どうぞ、これからのひととき、私たちの演奏、演技をお楽しみください。それでは、京都府警察音楽隊の指揮者を紹介いたします。京都府警察音楽隊学長、野々口卓です。
最初にお届けする曲は女性ボーカルグループリトルグリーモンスターの世界はあなたに笑いかけているです。この曲は炭酸飲料のイメージソングでもおなじみで、前向きな言葉であふれポジティブなエネルギーをもらえる曲です。京都府警察カラーガード隊の元気あふれる演技をお楽しみください。いたしました。次にお届けする曲はアニメ鬼滅の刃のテレビ版オープニングテーマグレンゲです。鬼滅の刃は子供から大人まで年齢や性別を超えて支持されている大人気のアニメです。グレンゲはアニメのイメージにぴったりのとってもかっこいい曲です。グレンゲお楽しみください。
けいたしました。奈良県警察音楽隊カラーガード隊の演技もお楽しみいただきました。それではここでマイクを奈良県警察音楽隊の方にバトンタッチしたいと思います。よろしくお願いします。それではここからは奈良県警察音楽隊フルート担当の吉井千鶴が司会進行を務めます。よろしくお願いします。さて皆様は NHK の人気番組ブラタモリをご存知でしょうか。ブラタモリはタレントのタモリさんが日本各地を回り、その土地の話題の出来事や干された痕跡に出会いながら街の新たな魅力や歴史、文化を再発見していく番組で、ファンの方も多いのではないでしょうか。この番組のオープニング曲として作られた女神は、ミドルテンポのラテン系、サルサ調のゆるく楽しい曲調が番組の雰囲気にとても合っていて、ついどこかへ出かけていきたくなるようなちょっとウキウキした曲です。それでは井上陽水作曲、三浦秀明編曲で女神をお聴きください。指揮は奈良県警察音楽隊学長、松谷典弘です。
にお聴いていただきました。続いてはミュージカルコメディ映画ハリウッドホテルの冒頭で歌われたハリウッド万歳を聴いていただきましょう。日本ではテレビ番組世界丸見えのオープニング曲としても使われていますが、アメリカでは2004年と2006年にそれぞれアメリカ映画主題歌ベスト100とミュージカル映画主題歌のベストにノミネートされており、またアカデミー賞のセレモニーでも使われていました。映画音楽が華やかだった頃の映画の都ハリウッドが鮮やかによみがえってくるような華麗で躍動感のある音楽をお楽しみください。それではリチャード・ウィーティング作曲、岩井直弘編曲でハリウッド万歳を聴きください。
リウッド万歳を聞いていただきました。さて次は平成19年度全日本吹奏楽コンクールの課題曲として作曲されたコンサートマーチを演奏したいと思います。雲一つない真っ青な空をイメージして作曲されたこの曲は平成28年公開の青春映画青空エールの劇中でも演奏されましたので映画を見た方はあああの曲かと思い出すかもしれません。そしてこの曲で京都府警察音楽隊奈良県警察音楽隊の合同演奏も最後となりますが皆様の熱いアンコールの拍手をいただければもう一曲あると思いますので皆様どうぞよろしくお願いします。それでは本日の作曲マーチブルースカイをお聴きください。
ました。奈良県警察音楽隊、京都府警察音楽隊はこれからも様々な活動を続けてまいります。また皆様とお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。京都府警察音楽隊、奈良県警察音楽隊の皆さん、素敵な演奏と演技をありがとうございました。続きまして、木津警察署、奈良警察署の車両部隊が各府県の交通事故防止に向けて出発いたします。はい、通ります。あれちょっと一回止まるのでどうやる？何でこんなの？片付けますよ。巻いてあるところまでお願いします。はい、ありがとうございます。ここからお願いします。車両部隊を代表し、奈良警察署工藤交通第一課長が申告いたします。奈良県奈良警察署山野署長、前へお進みください。警察署および
木津警察署の交通事故抑止活動のため山内警らに出発します。ご協力よろしくお願いします。